25歳、悲願の初代表、初めて味わう日の丸の重さに苦しみながら、つまずきながら、それでも自ら切り開いたメダルの夢。ハングリーウルフの瞳の輝きは失われていませんでした。2回戦敗退、失意のどん底から這い上がった不屈の精神でメダルをつかみ取る小野隆史、3位決定戦です。ここまでついにやってきました。あと1勝で銅メダルが手に入ります。相手はフランスのアンソニー・ロドリゲス、2005年ヨーロッパ選手権5位の選手。準決勝で敗れてのこの3位決定戦です。さあ日本、小野隆史の挑戦、メダルへの挑戦が始まります。実はこの81キロ級という階級は、おっとこれはどうか、待て、2000年のシドニーオリンピックで滝本誠が金メダルを獲得して以来、世界選手権そしてオリンピックのメダルはありません。世界選手権に限れば95年の千葉大会で古賀俊彦が当時78キロ級で金メダルを獲得して以来、日本は一つのメダルも取れていないんです。今一番日本がメダルから遠ざかっている階級。今一旦試合が止まっています。ロドリゲスの顔面が強く畳に打ち付けられました。序盤から激しい攻防ですね。激しいですね。仕掛けたのは ロドリゲス選手、はい、で小外行ったんですけど、うまい具合にいいタイミングで小野選手が大内刈りで返して、相手が顔から畳に落ちたと。お互いにポイントはありませんでした。試合続行です。今日本が一番メダルから遠ざかっているこの階級、81キロでメダルを取ること、これが小野の使命、そして日本柔道の使命。外から、ここもポイントありません。岡田コーチも大きな声、いいですね、強気ですね。攻めて攻めて攻めまくる。実はこの2人、今年のフランス国際で一度戦っています。その時には、不用意に小野が入ったところをこのロドリゲスに決められて、そして小野は負けています。この隅返し、ここもついていきます。しっかり組めば負ける相手ではなかった、そう振り返りました小野です。中村さんはどんな風にご覧になりましたか、あの対戦は。相手の前で不用意に入ってしまった、はい、そこを、うまい具合に返されたっていう形なんですけど、はい、しっかり組んだ小野の形から入れば、はい、持っていけるやっぱ自信があったんでしょうね。これも2つ取っている。小野がちょっと外れている。ここも小外、かけられたのは小野、かけたのはロドリゲス。フランスのアンソニー・ロドリゲス対小野隆史、3位決定戦、銅メダルをかけた戦いです。残り3分45。小野も徐々にエンジンがかかり始めたのか、自ら仕掛けてきます。組み手争い、右組み手、右を襟をつかみたいところ、内股かかりきらないロドリゲス、頭が下がっている。今小野の間合いですね。釣り手引き手、ここから胸を伸ばして小内を飛ばす小野、やや時間をかけています。じっくり考えて一旦煽った、メダルをつかむのはどちらか。日本に5年ぶりのメダルをもたらした小野、一旦嫌いました。お互いに何か間合いを嫌って離れていきました。時計が止まっています。フランスのロドリゲス、日本の小野、ここで指導が小野に来ました。そしてフランスのロドリゲスにも来ています。効果のポイントがお互いに1つずつ入りました。残り3分を切りました。銅メダルをかけた戦い、なかなか手が取れない。サイドに回った、これはロドリゲスの間合いですね。この間合いはダメですね。これは危険、そして内股にもなかなかいけない。有効、小野にポイント、小野がリード、小野がリードで時間が止まります。残りは2分31。強気、最後まで一歩一歩、徐々に徐々にメダルへと近づいていく小野隆史。
まさに不屈の精神、這い上がってきた力、気持ちでここまで強くなりました。たくましくなりました。小野内股行かせない。小野はこの中一本勝ち、不屈のハングリーウルフ銅メダル獲得。2000年シドニーオリンピック瀧本誠の金メダル以来、日本にこの厳しい階級でメダルをもたらしました。小野高志、初めての世界柔道涙の銅メダル。両親が見つめています。父親のひろみさん、そして母親のみえこさん、思わず目に光るもの、家族で分かち合っています。小野が顔を覆います。同期で幼なじみの鈴木啓司とは2人でこの世界柔道金メダルの約束をしました。今時期のメダルの夢こそ叶いませんでしたが、まさに不屈の精神、最後はきっちり決めた一本勝ち。この得意の内股、綺麗ですね、素晴らしいですね。小野隆が、日本がこの世界柔道に限って言えば95年の千葉大会で古賀稔彦、当時78キロ級でしたが